皆さん、ナイスはどんな風に押していますか？ナイスをするときに止まってナイスをして前に進むことができなくなるイカが少なからずはいると思います。今日は止まらずにナイスをする方法をいつも俺がやってるやり方で教えていきたいと思います。普通の人なら絶対止まってナイスするんだけど、俺の場合は裏技っていうか俺だけのね、特別のね必殺技があって、こうほらこう親指のさ、余ってるとこで押す。これです。あー危ね。危なかった。本当に余った親指で押してます。左のスティックだけね、移動で使ってるだけなんで、あとはちょっと余ったところ使ってます。はい、間違えました。ナイスなんだけど、まあ、普段押す場面、から、ちょっと俺のね、このやり方をやってると、ほらみんな反応してくれる。しかしみんなは止まってやる。みんな止まってナイスするけど、俺だけ止まってナイスをしない。このナイスをすることによって、どれだけ自分にメリットがあるのかというと、少し塗る面積が増えるので、塗りポイントとスペシャルがたまります。まあ、それだけなんですけど。ナイスありがとう。これナイスの、これナイスしとこう。ナイス！うわ、おい、あれ違う、危ない、うわ上がったんですけど、上がったんですけど、わーい、びっくり、うわ逃げる、危ない、何だったの今のは。ここいるね。死にかけた。危ない、よからぬ悪さしてる人がいるよ。強い。あ、強い。神。俺神です、今のは。今のは強かった。今のは。降りてきた。うわーだよ、マジで。わーだよ。死にかけた。この、ちょっと見にくいんだよな。来いよ。あ、ちょっと、くそ、ポイズン邪魔くさい。ちょっと見にくいんだよ。あれ、視覚をなくさせる効果もある。うわ、もう相手ポイズンめっちゃあるぞ、敵チーム。ほとんどポイズンじゃん。ポイズンチームじゃん、ポイズンチーム。あ、でも、いい感じに。オッケー。ナイス。ナイスだ。あと塗って。あと塗るだけよ、塗るだけ。よし。あ、やばい。味方が死んだ。なんか真下にいるしよ。おい、ナイス。これ。あ、オッケー。勝った。勝ったか？勝ったか？負けた。これ負けた。負けました。結局負けるんです。負けるときは負けるんです。